サッカーファンの皆さん、こんにちは。西岡明彦です。国西隆です。今日はよろしくお願いします。今日はジュビロ磐田が北海道コンサドーレ札幌と対戦します。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなりますが、パスを回しやすいシステムです。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。 5-2-3 も採用しました。カウンターの切れ味が強烈なシステムです。前半キックオフです。駒井義昭、ここはフリーキックです。警告はありません。スタジアムのテンションが上がります。パスをこの位置で防ぎます。カウンターのチャンスです。これは見事なインターセプト。ここはインターセプト。しっかり予測していました。ボールを運びゴールに襲いかかります。攻撃を組み立てられません。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。ヘッドでつなぎます。中村俊輔が突破を見せる。中央にクロス。狙いは悪くないクロスでしたが、誰も触れません。山田裕樹、出足が鋭い。カットします。いい形でゴール前まで持ってきました。うまく読んだインターセプト。山田裕樹、笛はないようです。足を止めてはいけませんよ。松浦拓也、危険な位置です。緊張感が増してきます。宮吉拓実、ファーにクロスが入った。止めた。弾いた。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。
勝ち越しゴール来るか。ボールはまだ生きています。山田裕樹。さあスタジアムのテンションが上がります。いいカットです。ボールを奪いました。山田裕樹。フォワードに低い位置で渡します。ボールが来ません。ゴールチャンス。止める。止めます。岩田がコーナーキックを獲得。中に入れた。チャンスにはつながらなかったようです。大井健太郎。中にクロスが入った。なんとかプレーを切りました。松浦拓也。ここは先制点のチャンスを逃しました。決まってもおかしくないと思いましたが入らないものですね。駒井義明。このパスは読んでいました。ボールを運びゴールに襲いかかります。いい形でゴール前まで持ってきました。これは見事なパスか。スコアは0対0。ここでハーフタイムを迎えます。福西さん、前半さて、いまだに両チームともゴールがないまま後半を迎えます。前半の印象はいかがでしたか？はい、まだお互い力を出し切れてませんね。両チームとも大胆さにかけ、ミスを恐れてプレーしているという感じでしょうか。このパスはカットされました。駒井義明。危険な位置です。緊張感が増してきます。川又健吾。これは強い。ボールをしっかりキープ。松浦拓也。中村俊輔。ここはシュート。スピードのないシュートでした。寄せられています。守備への切り替えが早い。ここで止めます。川又健吾。さあスタジアムのテンションが上がります。山田裕樹。桜内渚。サイドから中央を見る。パス、さらにパス。ショートパスをつなぎ相手ゴールへの道を探っています。これはいけません。あっさりとパスカット。
ボールを運びゴールに襲いかかります。うまく読んだインターセプト。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。サポートを使いますか。川又健吾、松浦拓也、サイドからの攻撃はここで止められます。よく見ていましたがここは強すぎました。進藤涼介、さあ揺さぶりをかけていく。やりました。クリアすべきでしょう。山田裕樹、川又健吾、いい形でゴール前まで持ってきました。宮崎智彦、クロスを中央に入れ、同点の状況でキーパーがビッグセーブ。助かりましたね。ディフェンスはヒヤッとしたでしょう。そのまま返します。このロブパスはよくスペースが見えていました。鋭い読みでカット。90分が終了しスコアはドローです。宮吉拓海、